はい、こんにちは。ネイチャーフォトグラファーの林です。私は今、北海道で自然写真家として活動しています。今日は初心者の人に向けて、夏の写真の撮り方のコツ、アイディアなど3つ紹介したいと思います。まあ、こんな感じでいろいろ写真を解説していくので、まあ、構図だったりとか、撮り方だったりとか、そういう参考にしてもらえればなって思います。夏の写真をメインで解説するつもりですが、一応いつの時期でも応用できるようなアイディアですし、まあ、僕がどうやって考えて撮影してるのかっていうのも深掘りするので、これから撮影する人にとってもいろいろと役に立つはずです。その前に僕がどういう写真を撮ってるのかっていうのは、下の概要欄にインスタグラムを貼っておくので、ぜひ見てみてください。あとオンライン写真サークルでは僕が写真をアドバイスとかもしてるので、興味ある人はそれも下の概要欄からぜひご参加ください。で、今日の目次はこんな感じ。一つ目、夕日の光を利用する。二つ目、形を利用する。三つ目、青空を利用する。まず一つ目の夕日を利用する。早速写真を見せながら話していきますね。まずこちらを解説していきます。で、これはバッカンロールと夕日の写真になります。だいたい7月の終わりから8月のお盆ぐらいまでは、北海道ではこのようなロールがコロコロと大地に転がって、まさに北海道みたいな景色になる時期です。この時期になるともう朝晩は寒くなってくるので、このロールを見るたびに短かった夏も終わりかなっていつも思いますね。で、それでこの夏の時期っていうのは夕日が非常に強いので、真逆光で撮った時に綺麗な光芒が出やすいです。写真で言えば奥の方に太陽の光芒が出ていますが、この光芒があるからこの写真っていうのは完成しているわけであって、それがないとちょっと物足りない写真になってしまいます。で、この写真を撮る時に3つ意識したことがあって、1つ目はさっき言った光芒を利用すること、で、2つ目はロールの配置、3つ目は曇りの日を狙ったっていうことですね。で、光芒を綺麗に出すようにこの時間やシチュエーションを選んだのはもちろんですが、ロールの配置っていうのはものすごく気にしてました。ベースである三分割法を軸に構図を整えているのですが、その三分割法がこちらですね。ちょうどこのラインの位置にロールを持ってくるように意識してこの構図を決めました。ただそうするとどうしても右下の草が入ってきてしまうので、それを切るか入れるかで一瞬悩みました。で、僕は入れるっていう方に持ってったんですが、この草はあまり気にならなくないですか？なぜ入れ込んでも気にならないのかっていうのは、斜めのラインに沿って草を入れたからです。これが下まっすぐになるように入れてしまうと非常に目障りになるんですが、斜めにすることによって少し面積を減らしてラインを構図に入れ込んだので、そのまま利用したんですよね。で、次に曇りの日を狙ったこと、この写真がダイナミックに見える理由って上に雲があるからなんですよね。この雲がないと平坦な写真になってしまって迫力が出ないです。だから2つ目の草を入れるか入れないかって考えた時に入れた理由にもなりますね。これを中央だけトリミングしてしまうとこんな感じになります。これも悪くはないんですけど、ロールの影が切れてしまうし、空がない分迫力に欠けますよね。で、以上のことを考えながら撮影をしていました。で、もう一枚夕日を利用した作品をお見せします。これは先ほどの写真よりだいぶシンプルに考えて撮ったものです。あえて周辺原稿を指して、もう周りは見せないっていう方向で考えた作品です。周りが暗い分、夕日の光と照らされた大地が綺麗に見えるので、非常にシンプルなんですがとても綺麗な作品だと思います。で、2つ目、形を利用する。冬だと一面真っ白になりがちなんですが、夏とかならいろんな色や形が出てくるので、それらを利用して撮るっていうのも一つのコツになりますね。それがこちらの写真。これは初夏の時期に畑の形を撮ったものになります。まだ緑が育ちきってないので、ラインがこう綺麗に整っていて、奥にこう目線を持っていかれるような作品だと思います。三脚を立てて撮影をしていたんですが、ちょうどその時に小狐が横から通りかかったので、よく見ると小狐が歩いているんですよね。で、この時は動物を撮るつもりじゃなかったので偶然撮れたっていう感じです。で、形を利用して撮る時に気をつけたい点は、
それ以外の形を入れない、これはかなり意識して撮影をしました。写真を見てもらうと分かると思いますが、この畑以外余分なものって写ってないと思います。先ほどの夕日の光っていうのは光自体の被写体が強いので、多少他に何かが入ってもあまり気になりませんが、形を意識して撮るときはそれだけで統一した方が作品としては綺麗ですね。でもう一枚お見せします。これも形を意識して撮った作品になります。これは背景が山で、後ろから光が木の先っぽだけに当たっているシーンを撮ったものになりますね。先ほども言いましたが、形を利用して撮るならなるべく余分なものは入れない方がいいので、木のギザギザと背景の黒だけで表現をしています。撮影している時は周りも結構綺麗な場所なので、あれもこれもとか背景の山もとか全て入れてしまいがちなんですけど、極限まで切り取って撮ったっていう感じですね。ここで意識したことはこの木のバランスですね。これも基礎である三分割法を軸に撮影をしているんですが、このラインを真ん中に持ってくるのも面白いだろうし、少しずらしただけでもだいぶ印象は変わってくるので、その辺は撮影者の好みっていう感じです。で3つ目、青空を利用する。で最後、青空を利用するっていうのも解説します。この青空っていうのはいわばコンディションがいいかどうかです。意外とこれが初心者の人にとってまず大事なアイデアやコツになってくるかもしれません。天気が悪くてもいい写真は撮れますが、まず風景のコンディションが整っているかどうか、これは非常に作品に影響してきます。でまずこちらの作品、これはすごく有名な場所であるクリスマスツリーの木というのを撮影した写真になります。すごくありきたりな構図や場所なんですが、青空やその他のコンディションを利用しているので、ものすごく綺麗な作品に見えると思います。まずこの雲ですよね。ただの雲じゃなくて波打ってるようなウェーブを描いていて、背景は綺麗な青、そしてよく見てみると木の左手にピンク色をした可愛いトラクターがいるんですよね。トラクターは青か赤が多いんですが、なぜかこの時はピンク色のトラクターでした。でこの全てがバチッと決まっている写真の中に1点だけ可愛い被写体がいるので、そのアンバランスさがこの作品をより引き立てています。これは夕日を利用したり形を利用したりとか、自分で見つけて構図を考え出したのではなくて、完全に被写体に頼って撮影をしたんですが、初心者の人はまず被写体に頼って撮ってみるっていうのもおすすめですね。もちろん頼ってばかりだとあまり上達はしませんが、これから夏の時期はいろんな風景のコンディションが整うので、それに合わせて撮影の計画を立ててみる、そしてちゃんとコンディションが整った作品を撮る、これは結構重要ですね。初心者の人ですごく難しい写真や場所で撮ろうっていう人多いんですが、まずはちゃんと青空の天候でコンディションが整った場所で、しっかりと撮れるかどうか、それができてから次のステップに行った方がいいですね。いろいろ話しましたが、以上が初心者に向けて夏の写真の撮り方のコツ、アイディアなど3つの紹介でした。今後もし写真やカメラにもっと詳しくなりたかったら、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてインスタのフォローもよろしく。あとオンライン写真サークルや美瑛で撮影ツアーとかもやってるんで、興味ある人は下の概要欄の方もチェックお願いします。それではご視聴ありがとうございました。